夕暮れ、夕暮れ、夕暮れ、夕暮れは、日本海軍の初春型駆逐艦6番艦である。1935年、昭和10年3月に竣工した。日本海軍の艦艇名としては1906年、明治39年竣工の神風型駆逐艦、夕暮れに次いで2隻目。太平洋戦争中は、第27駆逐隊に所属し、三五海海戦。 ミッドウェイ海戦、第三次ソロモン海戦、コロンバンガラ島沖海戦など歴戦した。1943年、昭和18年7月、ソロモン海で空襲を受け沈没した。1932年、昭和7年12月10日、初春型駆逐艦3隻に、初霜、有明、夕暮れの感銘が与えられた。夕暮れは百三十三年、昭和八年四月九日、 バイズル交渉で寄港した。5番艦有明から魚雷3連装3機9門から4連装2機8門に設計変更され、さらに1番艦初春と2番艦守備が公主運転で復元性能が不良と判明し、有明はバルジで対応、夕暮れは全幅を変更する修正が行われた。この結果、夕暮れは同年12月15日に有明が宅地区間に類別変更された。 しかし1934年、昭和9年3月に、ともつる事件が発生し、有明以降も、さらなる改修に迫られた。夕暮れは5月6日に浸水したが、上甲板の重量を減らすため、巨来は三連装を二期六門とし、第二砲塔の移設や、環境の小型化など初春に順じた変更が行われた。同系は、夕暮れで建造が打ち切られ、月日に、 抜本的に設計を変更した白柳型駆逐艦が新設され、有明と夕暮れの類別は初春型に戻った。1935年、昭和10年に、舞鶴沖合で2枚火事の試験を実施し、3月30日に、竣工した。横須賀鎮守述席となり、4月1日、有明と夕暮れで、第9駆逐隊を編成した。第9駆逐隊は、第2航空戦隊。 空母赤銀編入された。1936年、昭和11年11月1日、白露としぐれが、第9駆逐隊に編入した。1938年、昭和13年12月15日、第9駆逐隊は、佐世保鎮守府へ転籍し、第27駆逐隊に改称した。1940年、昭和15年9月、第27駆逐隊は、 北部仏院真中に輸送船団護衛として参加した。10月15日、鴨清の少佐が艦長に就任した。1941年、昭和16年12月8日の太平洋、戦争海戦を、第27駆逐隊、荒明、夕暮れ、白露、しぐれは、柱島で迎えた。12月上旬、山本56連合艦隊司令長官が指揮する。 戦艦長戸などを護衛し、小笠原金を公開した。1942年、昭和17年に1月下旬以降は、第2小隊、有明、夕暮れで行動し、第1航空艦隊、長雲機動部隊と行動した。暗号ンン攻略作戦、ポートダーウィン攻撃に参加。2月10日、駆逐艦萩風、舞風と共に、機動部隊警戒隊に編入した。 二十四日、第二章隊は、補給部隊を護衛して、スラウェシ島、スターリングワンを出発、二十七日に警戒隊に合流し、軽巡ハブクマ、駆逐艦十隻谷風,風、浦風、浜風、磯風、白縫い、霞、有明、夕暮れ、萩風、舞風で、機動部隊を護衛した。三月一日、第二章隊は、インド洋で、磯風、白縫い、 霞、従順十淳畜と共同で、オランダ商船もットヨカード号を撃沈した。6日、夕暮れと有明は、機動部隊と別れ補給部隊を護衛して、道安に戻り、11日に警戒隊の任を解かれた。その後、従順高を、マヤと共に、道安を出発して、横須賀に向かい、佐世保で修理を行った。4月18日、4隻が揃った第27、駆逐隊は、 ポートモレス B 攻略作戦、MO 作戦に備えて、第5航空戦隊、空母随格、昇格の指揮下に入り、第5航空戦隊は、南洋部隊、MO 機動部隊に編入された。19日、同リットル空襲を実行した、米軍機動部隊、フォーネット、エンタープライズ追撃のため台湾、マコーから出撃したが、すぐに、トラック白地への開港を命じられた。 5月、MO 作戦に参加した、編成は、35回海戦参照。8日に、MO 機動部隊が空襲を受け、対空戦闘を行った。夕暮れは、海戦で大破した昇格を護衛するため9日に、南洋部隊を外れ、駆逐艦サザナミと共に内地に向かった。11日、夕暮れは、ミッドウェイ作戦の主力部隊、警戒隊、編成は、 ミッドウェイ海戦参照に編入され、裁判当近海で、駆逐艦黒潮、親潮、早潮と合流、十七日に、暮れに到着した。その後、帰還した第二十七駆逐隊の領艦と合流し、ミッドウェイ作戦で、戦艦ヤマトなど主力部隊の護衛の任に就いた。七月十四日、ミッドウェイ海戦後の大幅な艦隊再編で、第二十七駆逐隊は、第二艦隊、 第四水雷戦隊に編入した。米軍は8月7日に、ガダルカナル島に上陸、本格的な反抗作戦を開始した。17日、米海兵隊が、ギルバート諸島、ブタリタリ、マキンカンシに、奇襲上陸し、日本軍守備隊を壊滅させた。増援された第27区畜隊の有明と、夕暮れは20日に、トラック白地を出撃、22日夜に有明は、 ナウル島、夕暮れは、オーシャン島を砲撃した。夕暮れは二十五日に、ヤルート干渉から再出動し、海軍陸戦隊で同島を占領した。白露が到着し、二隻は、一旦ヤルートへ戻った。夕暮れは、ガダルカナル島への輸送作戦に転戦した。九月二日は、駆逐艦カゲロウ、不施艦津軽、小海艇一号三号、五日は、駆逐艦吹雪。 白雪、天霧、影楼、八日は、軽順川内、吹雪、白雪、影楼、第19駆逐隊、第1小隊と共に輸送を行った。10月には、三隊サベルジマレカ隊の輸送も実施。11月1から2日、第27駆逐隊の4隻と駆逐艦、朝雲、白雪、暁、雷、紫、夕立、春雨、軽順天竜で、 ガトーに輸送した。4から5日には、駆逐艦10席、第27駆逐隊、朝雲、村雨、夕立地、春雨、朝潮、満潮でガトーに輸送したが、有明が、機関故障を起こし、27駆逐隊は、ショートランド白地に戻った。8日、有明と春雨が外れ、餅月が加わった9隻で、ガトーに輸送した。ガダルカナル島 ヘンダーソン飛行場奪還のため、第11戦隊、戦艦飛衛、霧島を機関とする大規模な艦砲射撃作戦が実行され、第4水雷戦隊は11日にショートランド白地を出撃した、編成は第一ソロモン海戦参照。第27駆逐隊のシグレと夕暮れ、白露はガダルカナル島とラッセル諸島間の警戒を担当した。12日夜に攻撃隊が、 ガダルカナル島に突入し、十三日未明に、第三次ソロモン海戦の第一夜戦が勃発した。第二十七駆逐隊は、海域から飛退する霧島に合流したが、相舵不能になった、火への救援を命じられて反転し、火へと駆逐艦切風、寺し月と合流した。日中に米軍機の空襲を受け、夕暮れは、後部電信室の通信が不能となった。 ヒエは、総員退去となったが、処分の中止命令が出たため5隻は、ヒエを離れ、後にヒエは沈没した。18日、シグレと共に、トラック白地に寄討し応急修理を受けた。11月30日、有明と共に再びラバウルへ進出。12月3日、ガダルカナル島への第二次ドラム艦輸送作戦に、駆逐艦10席、黒潮、親潮、カゲロウマキナビ。 長波、降風、両風、嵐、の分け、夕暮れで実施した。四季した第二水雷戦隊、田中雷蔵少将は、夕暮れと有明型艦に比べて速度が出ないため、同一の艦隊運動は、なるべく同じであれば良いと通知した。12月9日は、天霧と共に、13日と15日には、単艦で出方輸送を実施した。十七日、駆逐艦六隻 谷風、裏風、嵐を、磯波、電、夕暮れでニュージョージア諸島、バングヌ島、ウィックハムに兵員と物資輸送した。28日、ショートランド白地からラバウルへ向かった。1943年、昭和18年1月1日、ラバウルからトラックまで輸送船4隻を護衛した。2日に護衛中の天木山丸が、ひかみなりしたが、5日に到着した。 夕暮れは7日にトラックを出発、駆逐艦戸籍、有明、磯波、殿、天霧、浅潮と共に、戦艦道の区、随格、従順鈴屋を護衛し、途中で道の区、浅潮、殿と別れ12日に、呉に到着。佐世保に開港し修理した。30日に修理は完成。磯波と共に、陸軍第41師団主力を陳倒から東部。 ニューギニアは区へ輸送する、併合輸送部隊に編入された。2月3日に、佐世保出撃、第4輸送隊の護衛として5日に輸送船団と合流した。14日、第4輸送隊、須山丸、新京丸、新玉丸、夕暮れに、駆逐艦2隻、佐月、ふずきが護衛に加わった。第4次輸送隊は19日に、鎮太を出発。 パラを経由し26日に到着した。27日に併合輸送部隊から除かれ、上枠で戦団の上空護衛を行った空母随宝の航空隊基地員をおさむしてトラック白地へ向かった。8日、萩風と共に空母沖高を護衛してトラックを出発した。9日、駆逐隊司令に原留一中佐が就任した。13日に横須賀に到着。 佐世保に開港し、萩風と共に、戦艦混合を護衛し、呉に向かった。22日、影楼、初月、両月と共に、第二航空戦隊、空母巡洋、飛用と、第八戦隊、従順とちくまを護衛して、内地を出発、27日に、トラックへ到着した。4月8日、平順ながらと共にトラックを出撃。 米戦水艦の来撃を受けた高生丸の救援に向かった。駆逐艦夕霧、夕月と合流し、ながらが高生丸の栄光を始めたが、高生丸は9日に沈没した。13日、両月と戦乱護衛に出動したが、夕暮れは14日に、スコールの中で輸送船無困ると衝突、帰行後に工作艦赤市で修理を行った。翌日には任務に復帰した。 5月8日、戦艦山と、空母運用、沖高、従順明光、羽黒しぐれなど他の駆逐艦と共に護衛して、トラックを出発、13日に横須賀に帰島した。修理後に、しぐれ、有明と合流し、31日に、昇格、随格、従順西条、軽順大淀を護衛して、瀬戸内海西部に向かった。その後、 第27駆逐隊3隻は、鹿児島に第一航空戦隊の物資を揚陸し、佐世保に開港。環境全部の基準を増設するなどの工事を行い、6月8日に横須賀に戻った。6月10日、有明と夕暮れは、トラック白地に向かう費用を護衛して横須賀を出港したが、米潜水艦トリガーの来撃で、費用が大破したため横須賀に戻った。 日高は飛来後に敵潜水艦と誤認して、夕暮れを降格砲と機銃で撃ち、第三砲塔付近に被弾して、乗員二名が戦死、五名が負傷した。トリガーは有明と夕暮れの爆雷攻撃で損傷し、真珠湾に帰討した。十六日、第二十七駆逐隊、しぐれ、有明、夕暮れは、戦艦春菜、金剛、重巡熊野、鈴屋、空母流砲。 大高、沖高、京伊井鈴、駆逐艦、塩、明けぼさざ波、摂風、浜風、谷風、両風、新波、新月と共に、横須賀を、出港、21日トラック白地に到着した。29日、工作艦赤市で、機銃やジャイロコンパスの整備を行った。7月2日、夕暮れと新波は、輸送船原用丸を護衛して、 トラックを出発、5日に、ラバウルへ到着した。7月5日夜のクラワンヤ戦で、第3水雷戦隊の司令部が全滅し、第2水雷戦隊が、南東方面部隊に編入して、コロンバンガラ島への輸送を行うことになった。12日未明、輸送隊の駆逐艦4隻、さつき、ミナズキ、ユウ風を援護する。 第二水雷戦隊機関の軽巡人数と特逐艦5隻、新波、摂風、浜風、夕暮れ、三ツ月は、ラバウルを出撃したが、日本軍の輸送を察知した、米国、ニュージーランドの連合国軍艦隊、軽巡3隻、駆逐艦10隻が、同等沖で迎え撃った。7月12日午後11時頃に両軍が、遭遇すると人数が単焦島を照射し、 連合国軍の砲火が人数に集中した。夕暮れは6隻の単獣人最後尾で魚雷を発射、両艦と共に、軽巡リアンダーを大破させた。夕暮れと雪風、浜風、新波は、魚雷の次発装填後に、再び戦場に戻り、13日午前0時過ぎに、魚雷を発射、米駆逐艦グイーンを撃沈し、米軽巡ホノルルと、米軽巡セントルイスを大破させた。 輸送は成功し、コロンバンガラ島沖海戦の戦火は、連合軍を上回ったが、人数が沈没し、第二水雷戦隊司令部が全滅した。このため15日、同島への輸送放衛に第七戦隊の西村昌司、長将が指揮する、野戦隊が編成され、夕暮れも加わった。夕暮れは18日夜、野戦部隊、従順町会、熊野、鈴谷、川内、撤風、 浜風、新派の一員として、ラバウルを出撃。部員を出撃した、輸送隊の駆逐艦3隻、三日月、水月、小風と19日夕に合流、夜に分離して、揚陸を成功させた。野戦部隊は午後11時に、クラワン北方で反転したが、満月の月明下で、プビー、カタリナ飛行艇が胴体を捕捉しており、20日の日付変更直後に米軍機が吸収した。 0時過ぎ、野戦部隊の右辺にいた夕暮れに攻撃が直撃し、船体が切断して沈没した。救援に向かった、シンハが、乗員の救助を報告したが、2時30分以降に、空襲で沈没した。有明は7月28日に、ニューブリ天島沖で空襲で撃沈され、海戦以来太平洋を奔走した第27、駆逐隊の領艦が失われた。 夕暮れと有明は10月15日、帝国駆逐艦席から除籍された。艦名は、海上自衛隊の有明型護衛艦夕暮れに引き継がれた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。